フランスワ・ファベール。フランスはファベールは、フランスカランシー出身で、ルクセンブルク国籍の名自転写競技選手。フランス国籍以外の選手として、初めてツールドフランスで、総合優勝を果たした。フランス生まれながらも、父親がルクセンブルク人だったこともあり、後にルクセンブルク国籍を取得。1906年のツールドフランスに出場するも、途中棄権。 翌1907年のツールドフランスでは、総合6位に入った。1908年のツールドフランスでは、山岳ステージの第2、第3ステージを制して、史上初の総合連覇を達成した、ルシアンプティブルトンに次いで、総合2位となった。また、同年のジロデ・ロンバルデアで優勝。1909年のツールドフランス。第2ステージからアルプスコエステージを含む、 第6ステージまで5連続区間優勝を果たし、第10ステージも制覇して、最終的に、ギュスタブ・ガリグーに20ポイントの差をつけ、ルクセンブルク国籍選手として、初のツールド・フランス総合優勝を果たした。さらに、この年のパリ・ツールを制覇した。1910年のツールド・フランスでは、区間3勝を果たし、オクタブ・ラピーズに次いで、総合2位。また、パリ・ツールを連覇。 1911年、ボルドー・パリを制覇。再び時間制に総合成績争いが改められた1913年のツール・ド・フランスでは、区間2勝を上げ総合5位。さらにこの年のパリ・ルーベを制覇した。1914年のツール・ド・フランスでは、区間2勝を上げて総合9位。しかしこの年、第一次世界大戦が勃発。ファベールは、フランス外人部隊に参加。 自転車選手として、ピリオドを打つとともに、二度と選手として復帰することは、なかった。1915年5月9日、ファベールは死亡。死因については、ちょうどこの日、ファベールに、娘が誕生したという伝報が入り、小踊りして喜んでいたところ、ドイツ兵にその光景を見つけられて射殺されたという説、あるいは、第二次アルトワの戦いで戦死した。 瀕死の味方を解放しているところを敵に頭部を撃たれた等の説がある。ありがとうございます。